テロップが決まらないので、いやでもテロップいるよね。うーん、あーダメ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 です、ちょっと待って、ストップストップ、誰誰ですか、ちょっとストップノンノンギフト、あノンノンギフトにしよう、ノンノンギフト、ギフト、あダメダメ、ちょっと待って、ダメだってちょっと待ってください、本当にダメちょっと待って、ギフトダメ、いやギフト、ギフト受けたま、ギフト受けたまわり損ねます、あだからダメだって、ちょっと待ってください、ちょっと待って、投票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 、はいはい投票、はいはい、ダメでーす、ダメ、ま、ダメです、ランキング、あランキング読み、ランキング読み損ねます、ランキング読み損ねます読み損、ランキングの責任追いかねます、かっこ読みません、ランキングの責任追いかねますありがとう、8番がない、8番をじゃあつけます、投票を終了します、8番を増やします、8番黒なのか8番を、あー寒い、に負けたはい皆さんこんばんは、あ明日公演なのも言いたい、いやでも明日公演、テロップをじゃあ編集します、明日公演いけるんじゃない、あいけた、あれなんかうまくいかないの、あそうなんだ、ランキング読む、ランキングの責任追いかねます、ダメなのか、ランキング読まないことにします、明日公演ランキング読まないことにします、明日公演みんなみんな無料のギフトくらい消費させてこ、いやなんかすごい、なんだろういや全然いいんだけど、いいんだけれども、なんて言えばいいんだろうな、みんなが無料のギフト以外読まなかった、無料のギフト以外も投げたらもう私明日ハロウィンだけど、明日じゃないです、明後日ハロウィンだけど、もう鬼の形相になっちゃうからねじゃあ10分まで、10分まで、いやそれだと絶対投げられるから、1分間でじゃあどうぞという感じでじゃあ投票1分8分までにする、じゃあ8分まで、ギフトを投げません、あ違う、無料のギフトどうぞっていう期間にします、8分までだよ、8分までですから、今キラキラをじゃあたくさんいただきます、なんかすごいさ、なんか光に当たってるんだけど今、ほらなんかすごい光、鏡だこれ、ほら鏡だ、女優ライトだだからこれはさ、何なの、何が何なのかわからないんだけど、私全然わかってないからさ、これは無料のギフトなの？コウモリとかってさ、無料のギフトなんですかね？お化けとか。それは無料なのかな？ハート、ハート？いいえ、あ！だから、おいおい、この野郎本当に怒るよあ、大丈夫だ、いいえだったらよかった、あ、お化けは無料、よかった、怒るとこだった、危ない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 、あ、激おこ、鬼が出たおいこの野郎ってハートも無料ね、お化けもじゃあ無料なんだ、
へえ、ある程度無料なんだ。あ、じゃあよかった。え、ハートもお菓子も無料じゃないの？え、でハート今見えるんだけど。あ、お菓子も無料じゃない。無料証 SG が期限がある。期限があるんだね。へえ、そうなの。みんな守るよね。そうだよねみんな守るよね。あと、じゃあ終了します。8分になったので投票を始めます。ハートって無料じゃないの？え、無料じゃないの？ハート、ハートは無料じゃないんですか？あれ締め切りました。ラグがある。グレーゾーングレーゾーン。じゃあ白にしとこ。蜂もっと投げたいぜ。蜂無料ではない。無料じゃない、無料じゃない。ちょっと分かんない、分かんない。私本当にヒョウルームのこと何も知らない。へえ、そうなんだ。そうなのか。正確には無料でもらえるゴールドで投げて、あ、じゃあじゃあじゃあ黒売りの白黒売りの白ということなので、はい、お気遣いありがとう。いや、こちらこそこちらこそなんかすごい鼻がかゆいな。なんかトムの毛が。みんなこんばんは。何ですかね、しばらくこのアンケートで行かせていただきたいと。なんかやっぱかゆいなと思ったら、なんかすごい鼻かゆいなと思ったんだよね。えい、くるよりの白こんばんは。あの、なんだっけな、あ、そう、今日はあの明日のためのレッスンをしてきたよ。イエーイ、明日のためのレッスンをしてきたよ。イエーイ。逆にずっと投票モードにしてて、え、大丈夫、多分ね、多分です。わかんない、わかんない。イエーイ。髪の毛サラサラ、本当。そう、あのね、面白い、面白いよ明日。皆さん、あのね、足を運ばれる方はもう全力で楽しめるし、なんかすごい楽しめるしなんか変な私が出ました。楽しめますし、あの DMM でもね、あの見てくださる方はきっといつもと違うような私をね見れるんじゃないんですかねって思いますすごいギャルみたいになっちゃった。何も作れないですね。そう、最初からもう最初から最後まで、あの、多分楽しめると思います。さあ、今日はね、あれだったんですよ。明日の前座メンバーもいて、そう、明日の前座メンバーもいました。そう、それでその時にあんちゃんと、あんちゃんあんなと、あとさほちゃんだ、さほちゃんにお礼配信のあのいいアイディアをいただいてしまったんです。いただいたんです。あれかな、コマはちょっとあの体調不良だから、あおいちゃんが今日、あおいちゃんともってずっとやってた。あおいちゃんともってずっとやってましたそう、そうです。そう、アンナも、そう、アンナの案も聞いて、で、あのアイディアを私が、そっか、何にしようかなってそう言ってたら、これいいんじゃないって、あ、これいいんじゃないじゃないや、なんか
なんかいいのないかなって、あ、じゃあもう私これしようかなって、これ作っちゃおうかなって言ったら、あ、いいじゃん、それにそうすればいいじゃんって言われて、あ、え、やったって言ったら、あのたちがわ、アイディア渡しちゃったって言ってたそう、アイディアいただいてしまいました。アンナが今大変なことになってるのね。さあ、あのもう一回言っちゃおう、そのいつやろうかはまだ決めてないんだけど、あのクッキーを作って、そのクッキーをあのになんかチョコペンで書いて、なんか書いちゃえばみたいな、そのクッキーをもう作っちゃおっかなって私が言ったら、アンナとサフちゃんに、あ、じゃあチョコペンでお名前となんかアイコンでも書けばみたいに言われて、あ、いただきましたよっていただきましたよっていう感じでしたそうなんです。でも焼いた後なのか焼いた前に書くのかは分からないけど、そうそうなんですそう、なんか何すればいいのか、そうそう、あんまりなんか詳しく考えてなかったけど、なんかそうそうそう、焼いた後か、そうハートのクッキーになんか名前でも書いて、ひろかさんみたいなひろかさんってなんかちょっとデコでもすると可愛くなるんじゃないかな。1位の人は特大クッキー、これぐらいこれぐらいですかあ、でもうん、なんかなんだろう、何をすればいいのかわからないんだけど、そう、私がクッキーを買うのか作るのかも分かってないし、そう、あのしばらく1週間、あ、今日は100位の方からいただきます朝ごはんは100位から96位の までの方の食べます。お昼ごはんはじゃあ95位から夜ごはん90位からそう、そういう生活にさせていただきたいと思います。そう、でも小さいと、小さかったら小さいでさ、書けないじゃないですか、お名前とかさ。お名前がいらないのかって言われると多分必要、紙にお名前を書いてクッキーみたいな感じなのがいいのかそうなんです。そう、食べます私が、バリボリと、バリボリ、バリボリちょっとクッキーの擬音じゃなかったね今バリボリじゃなかったですね。 その配信が終わってから冷蔵庫とかで保管して、あの毎日だから1週間、今日はじゃあ水曜日75位からいただきますでさ、夜配信とかの時もさ、今日はじゃあこの方から食べていきたいと思います、アムアムアムみたいなアムアムアムみたいなそうなんです。味を変えない、確かにいいね。やばい、やらかした。この方から食べます、そう食べますみたいな個人的に割られそう、割らないよ、なんでハートパキってことですか。あ、でも確かに食べる段階で、あの恵方巻きと一緒だね、恵方巻きを一回切っちゃうとあの願いが叶わなくなるっていうけど、恵方巻きをこう静かに食べていくのと一緒で、あの割って食べるタイプじゃないんですよ、おせんべいとかも。私先に割ってからさ、袋を開けて食べる方いらっしゃるじゃないですか客観的にクッキー自分で作って自分で食べると確かに本当にただの大量のクッキーを作ってなんですけど、そう DD だから割る確かに、いやでもそんな、あのなんだろうな、そこまでじゃない、そこまでじゃないそこまであの DD 撲滅って感じじゃないのでDD を許さないぞって感じじゃないので、まあ、確かにね、最初にあの一途で DD になったぞっていうのは許さないぞとはなるけど、あの DD の中に私もじゃあ DD の一人になりましただったら、もう
丸丸みたいな感じなのでそう DD を絶対に許さないぞってわけじゃないです。そう、うん、そうです。あとはなんだろうな、そう鬼明日みんな本当に楽しみにしててほしい。みんなには楽しみにしててほしい。もうみんなにはね楽しみにしてほしい。アイデア料としてアンナちゃんにお裾分けした。確かにいいじゃん、いいじゃん、アンナに渡そう。サホちゃんにもすみません、ほんの気持ちなんですがアイデアをいただいたので、ね、ちょっとあれですかね、あのポケットマネーにポケットマネー、ポケットクッキーとしてちょっとほんの少しのポケットクッキーですがポケットクッキー、そうポケットマネーならぬポケットクッキーとしてあ、じゃああれだ、あつ森のさベルみたいなやつの形にしなきゃアンナとサホちゃんにはそうポケットクッキーとして渡さなきゃ、クッキーに声にそう入れなきゃ叩いたら、そうあのさ思ったんだけどさ、ビスケットの歌あるじゃん、あれって割るから2枚に増えるっていうのを最近知ったんだよね。そう TikTok を見てた時になんかそれを知って、あ私がすごくリアリストじゃないんだなって、ロマンチストそうなんか意外と歌詞は現実を見てるというか、私はとてもロマンチストだったというか、ポケットを叩けば本当にクッキーが増えるんだって思ってたから、結構18歳までロマンチストでいた自分が、なんだろう、良くも悪くも良くも悪くもですが、そうなんです。ワンピースにそんなキャラいた？え？待って、私が知らないだけかもしれない。ワンピースにそんなキャラがいましたか。ロマンチスト好き、ありがとう。そうロマンチストで、え、何ベラミもう私わかんない、バネバネの実の能力者しか知らない。ずっとロマンチストでいます、います、頑張ります。現実もね見ようとは思いますが、ビッグマムかはギリ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 です、私が見てないギリギリです。いやでも楽しみだ、明日楽しみだよ、本当に楽しみです。明日みんな待ってるね。そうでも本当に最初から楽しめると思います。そうやっぱそこまでだったかそうですね、和の国もアニメで見たぐらいだもん。ビスビスの実、あ、なんか餅のもちもちの実がめっちゃ最強みたいなのは聞いたけど、それぐらいしか知らない。あとプリンのところをアニメで見たサンジのあの結婚式らへんぐらいしか知らないあんまり。あ、そう、私1年でハロウィンが一番大好きです。ハロウィンが本当にずっと大好きなので、明日その私がすごく好きだと言ってたハロウィンのね公演に出演できるとはなんて幸せなんだとても幸せです。8月8日にも誕生日はさちょっと別じゃん。そう別で、誕生日以外で一番好きな日ですね。そうハロウィン大好き。明日なんだっけ、ベストハロウィニストを決めるコーナーがあるので、ぜひね、仮装してみたいよっていう方は仮装していらっしゃると嬉しいです。ハロウィン本公演3期でも初の、あ、そうリハブイとか見てても萌えさんだけがかな、そう小川さん、みゆみゆさん、大塚さん、マッシーさん、レイナさんだった。去年は、今年は
そう、そんな中で私も出演させていただきます。楽しみ、楽しみです、楽しみです。31日の配信、何かする。え、仮装ってこと？何かするべきかな。何も考えてなかったな。その30日で30日の公演でもうハロウィンが終わる気分でいたから。やばいやばいやばい、バラバラになる、やめてやめてやめて。風船の中にあったやつを撮ってみました。あ、でも30日じゃあ歌おうかな。あれ、ハロウィンの歌歌いますね。じゃあさ、あのさ、なんかジャックいるじゃん、骸骨のさ、めっちゃ手足長いさ、あのこういうやつ、こういうやついるじゃないですか、手足が長くて、あの有名なハロウィンのキャラクター。ハロウィンじゃないの、ハロウィンのキャラクターだよね。あのなんかスーツみたいな着てるハロウィンの曲、あれってディズ夢の国のキャラクターですか？やばい、全部の言葉選びを一つ一つ間違ってしまっている。あ、そうそうそう、ナイトに歌うような歌を歌いたいと思います。そう、なんだっけ、そのハロウィンのさ、あのいるじゃないですか、ジャックみたいな、ジャックなのかわからないけどなんかジャックみたいな、なんか骸骨のさ、こういうやつ白くて、あれのキャラクターって夢の国のキャラクターですか？それの歌歌おうとしたんだけど、前歌おうとしたっていうか、なんか口ずさんじゃったんだけど、あれ夢の国の曲だったらちょっとマジで危ないマジで危ないと思ったのでうん、あ、ブルックじゃない確かにね、ブルックみたいな感じのやつ。ゾンビは出てくる？いや、あのなんだっけ、そのストップモーションみたいな、なんか粘土をさ、羊のショーンとかと一緒でさ、一個一個粘土とかでできてて、羊毛みたいな羊毛フェルト、やっほー、こんばんはみんな、こんばんは、こんばんは。あ、すごい、羊がありがとう。モルカー、あ、そう、モルカーとかそういう系、多分夢の国。あー、危な、危なかったです私。そう、あのなんかね、トリートメントみたいなのを変えたんですよ、一昨日ぐらいに。そしたらすっごく髪の毛を乾かした後になんかすごくプルプルになった、髪の毛がなんかすごくプルプルだなーって思ったので、そう、これアイロンしてないんだけど、今日ねアイロンせずにずっと髪結んでたから。それで明日も、明日じゃない、今日も明日のためにレッスンをしてきたんですけど、すごいなんかめっちゃサラサラ、アイロン通さなくてもなんかすごい、なんかなんだろう、なんかすごいつら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 じゃないよつらつらとでした、今。そう、そう、なんかいい感じになったので。そう、すごいね、あと乾燥するの最近、結構ずっと前からリップは使ってたんだけど、メイクする前とかに、そのリップがもうこれしかない、これしかないんです、もうこれ、これしかなくて、今日えっと思ってそう、昨日、一昨日だっけ、昨日か、無印でリップ買いましたって言ったんだけど、ちょうどいいタイミングすぎてそう、タイミングが良すぎました。そうなの、なんか大阪でお土産にもらった食い倒れのリップをずっと使ってた、あれめっちゃなんかね、なんだっけな、なんかフルーツみたいな匂いがするんだけど、もうねこれこれしかない、これしか
と使ってたんだけど、まさかここまで来ると思わなくて、その塗りすぎた昨日とかで、なんか無印の新しいのを昨日買ったら、ちょうど本当にちょうど今日っていうかタイミングが良すぎました。じゃあリップを塗ります。お土産で買ってください。買ってください。本当にリップはね、あのいくつあってもいいんですよ。本当にそうなんです。本当に私口が乾燥するタイプだから、寝る時とかも口開けちゃうし、すごく乾燥するのですが、乾燥するのですが、そうなんです。あ、違うよね。くっとくっつって直接塗るやつですよね。そう、ミルクボーイが出ちゃって、どうしよう、直接塗るんですよね。え、やだ、直接なのこれ。体に触れるやつはプレゼントだね。そう、まだね、私たち4期生はプレゼントを受け取ることができなく話しにくかった。メンメンパを受け取ることがまだできなくて、そう、私も指につけて塗るタイプ。腹話術。化粧品はそもそもプレゼントできないんだ。あ、そうなんだね。え、でもなんか私アイシャドウとかはいいのかなと思ってた。わかんない、ちゃんと読んでないから。お手紙は嬉しいですか？もちろん嬉しいに決まってるじゃないですか嬉しくないわけないじゃないですか。そう、ファンレターを受け取ることは OK、 プレゼントはまだちょっとなんです。体に付着する系はダメ。あ、そうなんだ。でもさ、なんかあれじゃないっけ、プレゼントの、わかんない、よく知らないけど、なんか新品未使用みたいなやつじゃないとダメなんですよね。そう、でもさ、だったらいいのかなって思っちゃったんだけど、ダメなのかなそう、すごいなんか、そうなんだね。永遠にこれやってる舐める癖をやめなきゃいけないそう、待ってます、お手紙。あ、照明が難しいのか。肌に合わなくても責任取るな。ああ、そういうこと、そういうことか。もう乾燥とお付き合い、これはみんなにおすすめします。男女問わず老若男女おすすめします。あと何かありますかね、おすすめするものおすすめするもの、男女問わずおすすめするもの、男女問わずおすすめするもの、男女問わずおすすめするもの。あ、まだずっと使ってるよ。そういえば使ってますよ。そう、無印のリップは男女問わずおすすめします。あと前ガチャで引いたなんか変ななんかイヤリングもずっとここにつけてるしずっとイヤリングはここにつけてます。私本当に耳が小さすぎてさ、つけて大丈夫なのかな、つけられるかな。ルカッピってメイク配信、痛い、ルカッピってメイク配信ね、多分したことあるけど、ずっと前。おじゃる様もいるよ、机の上に。痛い、うまくいかない。あ、そう、でもすごい可愛いよね、なんかとろけるバターみたいな。しかもこれが可愛いやつでした、ハート。バターの中でも可愛いやつでした。そう、100円ガチャを引いてばっかなんですよ私。本当に
なんか100円ガチャばっか引いちゃうっていうか、よくないよね。100円ガチャすごい好きだから。あ、できた。なんかすっごいめっちゃ引っ張られてる耳たぶが。ほら見て。あ、そういうこと？そういうことか。耳がちっちゃくても毎日のようにイヤリングつけてれば引っ張られてつけられるようになるかな。めっちゃ伸びてるよね、イヤリング。イヤリングじゃない、耳たぶめっちゃ伸びてる。元これね、元これね。で、えい、ほらめっちゃ伸びてる。めっちゃ伸びてる。そう、でも私のあの鳥居が耳が小さいこと。あ、でもこっちの耳たぶの方が全然ない。ほら、こっち全然ないです。何もつけてこなかったから。つけてこなかったのがバレますね。あ、待って、みんなにおすすめしたい。おすすめじゃないかも、ご紹介したい。えい、ちょっと扉の外にいい女感がある。今までいい女じゃなかったから。そうなんですよ、イヤリングとかつけたことなかったから。100円ガチャで引いたやつ、これ見て。どこにでもあるじゃん、100円ガチャって。でその100円ガチャで引いたやつ、なんか痛い、めっちゃなんかね、低反発なんです。これが100円でした。多分これ今流行りのやつなんだよね、なんかアユとかが好きなやつ。アユが好きなやつ、アユが好きなやつ、アユにあげよっかな。アユにあげたいと思います。かわいい、かわいそうにって書いてある。そうだね、そうそうそう、アユが好きなやつ。私はチーカーが好きです。あ、そう、お母さんもあのなんか酸っぱいキーホルダーみたいなチーカーもの引いてた。これ日曜日ゲットしたやつかな、日曜日に引いたやつです、多分。日曜、いや日曜じゃないな、だって日曜日って、え、でもお母さん日曜な気がする。日曜です。いつも配信ありがとう。いいえいいえ、ちいかわ似てるかも。似てるか。似てるかな。あ、そっか、似てるのか。あんま似てるって思ったことなかったけど。チーカーはチーカーの良さがあるし、これのこれはこれの良さがあるよね。そう、うさぎさん、あゆにあげるわ。あゆ明日いないんだよね。でもそう、私別にそんな、なんて言うんだろう、チーカーはすごい好き、チーカー大好き。ラッコ先生推しだけどグッズが少なくて、あ、そうラッコね。そう、私8割なので。あさみみちゃんすごい好き、これもでも嫌いじゃないよ。そのあゆがすごい好きだなっていう記憶、これを見るたびに、あ、あゆのだって思う。あ、あゆが好きなやつだって思う。マイメロとかも見て、マイメロだって思うよりも、あ、あゆが好きなやつだって思うかな。私もあんまりこれを、この名前をそう口に出して言いたくないから、そうこれって呼んでるんだけど、あゆ、あゆのだってすごい思う。そう、かわいそうには読むけど、その他は読みません。そう、言いづらい言いづらい。すごいなんか、なんか丸いから、すごいいい、いいです、これ。
そう、明日は皆さんハロウィンだから、みんな仮装してくださるのも待ってますね。これじゃあめっちゃ握っちゃってたけど、あゆにあげたいと思います。わかんない、あゆにあげられるかわかんないけど、メイクポーチにつけときます、あゆとお会いした時のために。本当にあゆが好きなんです。あ、すごい、こういう匂い、なんだろうな、スクイーズとかの匂いがする。私はね、リラックマとかさ、チーカーとか、なんかそう、別系統なんだよね、これが。あれ、あった、イヤリングもつけます。ちょっと待って、ハラちゃん少し前は猫ミームのそうやつね、あゆのさ、あのサボテンのやつが大好きなんです。私、サボちゃんも言ってた、バナナ猫も好きだし、わわ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 、いいんだよね、ミームだから、ミームだから著作権なんてありませんよね。わわ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 、そう、サボジローがすごい好き私。わわ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 わ、さあ、あと回る猫が好き、あのなんか香箱座りしてて、なんかその猫がめっちゃ光りながら回るやつも好き。わわ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 、そう、じゃあ誰かあゆにこれを届けてください、あゆへ。あ、じゃあ今行きますね、これからあゆにあのメッセージ動画を送りたいと思います。私は送りませんが、あの他者を通してメッセージ動画をあゆに送りたいと思います。じゃあ皆さん行きますね、あのぜひこの動画を、行きます、あゆへ。これ100円ガチャで出たから、あゆが好きなやつでしょ、会った時渡したいから、この動画メッセージを見たら連絡してくださると嬉しいです。バイバイあゆ、わわ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 、わかんない、知らない、意外と見てたりして、あゆね、見てる時コメントに来てくれるから多分見てない。今あゆ、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 特典動画、まるまるさん、はらさん、はらゆみ、はらゆみさん、はらゆみさん、100円ガチャありがとうございます。そう、あの画面の向こう側にはね、あのスタッフさんがいらっしゃって、スタッフさんがいらっしゃるので、あのなんだろう、すごくね、なんか緊張するんだよね、あの動画撮るときスタッフさんも、あの私が例えば原由美さんってなったら、はーいってはーい、もう一回撮りますみたいな、はーいみたいなそうそう、楽しいんです、あの撮るとき、そう、そう、言い切ったねとか言ってくれるんです。撮り直しあるんです一応。そう、なんかなんだっけな、例えばだけど、私はいないけど佐藤か斎藤かみたいな、その五十嵐か五十嵐かみたいな、そう、例えばさ佐藤さんって言った時に、あれ斎藤でしたっけってなる時に、佐藤ですみたいな、そういう確認をしてくれたりする。そうなんです。わわ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 わ、やばい、頭にきた、頭にきたって、違う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 、頭にきた、怒ってる時だから、頭に離れないです、頭にきた、違う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 、ごめん、間違えた間違えた、本当に違う、頭にきた、違う違う違う、頭にずっと離れないなみたいな、怒ってる怒ってない
違う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 、あ、なんて言えばいいの、その私さ本当に言葉選びが下手でそう頭に来たじゃなくて、そう無限脳内無限列車みたいなそう餅つくそうなんです、そう切れてるの私切れたことあるかな、なんかどうなんだろうな、うんでもやっぱりそうだなみたいなことしか言わないから配信でも怒ってる時はあのメールが届かなかった時ぐらいしか怒ってなかったと思う多分そう私が多分怒ってたっていうか、何なんだってわーってなってたのはあのメール、誕生日のメールが17件書いたのに全然届かなくて不具合ばっかで誰も悪くないからこそ勝手に怒ってた時かな、それぐらいですかね、そうプンスカプンスカしてました、切れたら絶対これやめてやめてやめて私全然怒らないから、あの怒らないからって自分で言わないと思うけど本当に多分 怒らないっていうか怒って身になることって何もないなって思うから、そうあそうギフトも怒ったわーこの野郎そう怒ると黙りそう、なんか怒られたいです、違うそういうことじゃなくて許す、なんだろうな、怒っててなんだろうな、なんて言うんだろう、例えば喧嘩したとしてもどっちが悪かったとしてもすぐ怒っちゃうことはなくてすぐ謝っちゃう、良くも悪くもすぐ謝っちゃう、そう悪いんだよな私すぐ謝っちゃう癖、本当良くない、本当良くないんですけどすぐ謝っちゃうんです、そうすぐ謝っちゃうんです、怒ると顔に出るタイプ、あでも出るんじゃないかなそれは、そう口もたまに悪くなるこの野郎とか、そう怒ったりっていうか口は悪くなりますね、明日配信そういえばそうだったそうですね、明日どうしよっか、どうしましょっか、明日配信、朝配信するかどうしよっか、まあ口がねこうなるんですけど、朝かな、朝5時ちょうどちょっと待って早くないですか、なんか朝5時ってどっかで聞いたことあるな、あ CM だ、月曜日によく流れる CM だ月曜じゃないわ、日曜の夜によく流れてる CM だ、ももちゃんは朝5時から、ちょっと待って、なんでももちゃん、あでもやりたいな、公演前とかって配信できないのかな、でイベント期間じゃないからね、今月はなんだかんだほぼ毎日配信、そうだね、じゃあ貫き通そう、貫き通していきたい、じゃあ朝配信かな、そうイベントじゃないとね、そうなんです、何時でも駆けつけるから時間も、ありがとう、そうだね朝6時半かな、普通にみんなが見やすい時間6時半から7時半にしようかな、15分でもじゃあ7時から7時半かな7時からにしていい、どうする、話したいことがいっぱいあったら8時までやります、いやでも無理だな、無理ですね、時間的に無理です時間的に無理なので7時より先に起きたら7時より先の時間、7時から起きたら7時からでやります、7、そう7時から
切れたら見るね。はい、ぜひぜひ。あのそんなそんな、あの皆さん早起きばかり、そう皆さんに強要してばっかで、私はそうなんです。デッドが7時半でお願いします。ふう、あゆえ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 、なんかすごいリップ塗ってからろれつが回んない、やばいな、これダメだな、リップがあのろれつが回らなすぎる、私がリップに慣れてなさすぎる業界人っぽいそうデッドはって、もう私も使ったことなかったもん、あのスタッフさんが使ってたから使ってます。私も何味なんだろう、え何味なんだろうな、あんまり甘かった、でも昨日食べた時食べたあーだいだいだ、また変な人って終わる、食べたっていうかなんか舐めた時に昨日甘かったんですよ、あやばい舐めちゃったって思ったらなんか甘くて、あれ甘いって思ったんですよ甘いなって思ったんですけど、でもそれはなんて言うんですかね、私がただ謝って甘かったのかなって、そう使ったことのない言葉は使いたくなります。もも味、いやなんかね蜂蜜みたいなそうもう一回じゃあちょっと、いや今甘くないですね、昨日の口が甘かったのかななんだろう、あリップの後にこれつけたからだ、そのリップの味かな、そのリップの味、あそこだった、待って普通に今シンプルに間違えた待って普通にシンプルに間違えた、今みんなにさこうやって匂い嗅いでさ、みんなに匂い嗅がせようとしてた、普通に間違った、普通に家で一人なのに間違った本当に間違った、今本当に間違った、本当に間違った、待って待って待って、本当に本当にミスったちょっと待って待って、本当に間違った、待っていつもあの4期あゆとかそれこそどうって聞く時の流れをやろうとしちゃった、ちょっと待って何でした、間違った、本当に間違ったちょっと待って、本当に間違えました、本当に間違えました、本当に間違えました彼女感があった、よかった、本当に本当に間違えました、今本当に間違った、本当に間違っただけ本当にびっくりしちゃった、私もなんか久しぶりにこんなあの演じてない演じてない、ちょっと待って待って待って、これ本当に間違ったんですびっくりした、そう人になってた、もうあのスマホ普通にやっぱ会話してるとその流れで話しちゃうの、話しちゃうんじゃない、匂い嗅いちゃうのかな、嗅がせちゃうのかな、あなんだっけこれ、なんかよくなーちゃんがいいよって、あの私があのこれどうって気になった時にあのなーちゃんに使ってる聞いてみたら、あいいよって言ってたからあじゃあ私も買いますって言って買いました。そうなんかネットで見てて、あなんかめっちゃ評判いいなと思って、そう自分しか映ってない、自分しか映ってないそう本当になんかあれだよね、やっぱ嗅覚とかに頼っちゃうとやっぱりなんか忘れてしまうよね、本当に忘れました、本当に恥ずかしいですわ、あざと担当いや本当にこれに関してはただ間違っただけです、本当に間違っただけです、本当に本当に本当に間違っただけ、本当に本当に本当に間違っただけです。今見ました、51分でしたナイスあざとナイスあざといや全然そんなことないです、そんなことないです、全然そんなことないですよ全然そんなことないですよ、私素の私はですね、何ですかね、
あれかな。あ、でも確かにウィンク得意って言ってた割に公演で全然披露できた。そう、本当に私ウィンク得意だったっけなってそう思いました。そんなことあるよ。時間経った時にまたやりそうねえ。そんなことない。でも誰なんだろう、4期生であざとい子、あざとい子、あざとい子、4期生であざとい子誰なんだろうな。あざとい子、うーん、ニノ出た。え、あ、メリーちゃんがいた、メリーちゃんがいた。そうだ、あ、私派が多いですね。いや、でもあおちゃんもね、かわいい、あおちゃんかわいい。なんだろうな、でもなんだろうな、みんな面白いんだよね、どっちかというと。そう、みんななんかあざといとかそういうの関係なしに面白いから、私そういう人大好きで。面白い人ばっかで、本当に本当に、うん、なんです。鼻がかゆいわ。そうなんです、面白い子ばっか、本当に私大好き、面白い子ばっか。なんか変顔とか私あんまやりたくないタイプなんだけど、その我を捨てて変顔ができる人しかいない、4期は。だから大好き。そう、私はそうやって可愛こぶる、そういうとこは可愛こぶっちゃうけど、その変顔はちょっとやりたくないから。そうだけど、あのめっちゃノリノリで変顔やってくれるんです、みんな。そうなんです、そういう人が多いですね。そうそう、アンナの変顔すごいらしいね。あんちゃんはね、意外と変顔をするタイプですよ。変顔誰がすごい、誰だろうな。あ、でも破壊力がすごかったのはなーちゃん、なーちゃんの変顔と、あのやらなくていいからね、この配信通して、あのやってって言わないでくださいね、なーちゃんに。あのひろかっぴがやってほしいって言ってたってことじゃないからね。なーちゃんの破壊力がすごかったのと、メリーちゃんもすごかったね。あとやっぱでもその日の前座メンバーが、ゆうたんとかもすごかった。そう、ここだけの秘密。秘密でお願いします。そう、私は全然変顔できない人なんで、本当に。あ、55分なので、じゃあ壇上見をしていこうと思います。なぎちゃんがね、その日たまたまいなかったんだよね。そう、あ、そう、みんなで我を捨てて変顔をして撮ろうってなったんだけど、そう、その時の写真がまだあって、そう、絶対に載せないけど。絶対に載せませんが、あ、待って、壇上見しないって言ったんだった、そういえばそうでした。ごめん、間違えた間違えた、ごめんなさい。本当にもうダメだ、何も考えてない、何も考えてない。そう、読まなくていいよね。そうでした。ここに思いっきり書いてあった、ランキング読まないことにしますって書いてありました。そう、全然考えてなかったです、考えてなかった。じゃあワンちゃん可愛いよね、可愛いですよね。そう、恥ずかしいです。普通に忘れて、今日ちょっとなんかあれかもしれない、なんか抜けてるところがあるかもしれない、ちょっと今日なんかネジ1個取れてしまったかもしれない。そう、習慣ができてました。そう、昨日、おとといにイベントが終わったので、そうロング T シャツを持ってなくて、私こういうなんかパーカーみたいなのしか持ってなくて、そうロング T シャツアンナとかさ着てて欲しいなって思って、アンナとかロング T シャツ着る人だからさ、そう半袖の T シャツは私いっぱい持ってるけど、どこの T シャツ、どこなんだろうこれ、どこのなんだろうね、わかんないな。なんかお家にあった、お家にあったから着てます。なんて書いてある、これ、そう、なんて書いてあるんだろう、
わかんないですね。ユニクロかも。そう、ユニクロとか大好きだから私。あ、そういえばあれです、私お買い物行って、今まであんまりズボンとか履かないタイプ、あんまりその、私も身長低いし、そう、ケイタハウなんちゃらすげえすげえ、全然読めなかった。そう、なんかあんまりズボンをね履かないんですよ私。そのなんて言えばいいんだろうな、あんまりズボン履かなかったんですね、身長低いし。そう、ロングスカートとかが多かったんだけど、なんとこの冬に備えてズボンを買いましたジーパンを買いました。そう、今流行りのジーパンらしくて買いました。そうなんです、買いました。いつかみんなのね、あれで、そう、買いました。可愛いんだよ。あのさ、私あんまり足も長くないから、やっぱりズボンはあんまり履かなかったんだけど、そうなんです、買いました。ズボンなんだ、ジーパン、ジーパン配信いや、わかんない。オンラインはね、あれですね、しない、オンラインで見れないからさ、オンラインの時は普通にあれなんだけど、着てる服はスカートとかだけど、そう、お仕事とかで使えそうだなと思って。そう、あ、待っててください、全身いつか乗せられるように。冬はハニワスタイル、ハニワスタイル、そう、めっちゃやっぱ着ちゃう。なんかその最初、その女性のスタッフさん、私の大好きなスタッフさんもに言われたことがあって、待って、やばい、ちょっとこの話どうしよう、だってめっちゃ早く話します。あの、いっぱい着ちゃうから、身長体重とか測るときに、ある程度の服脱いだときに、スタッフさんに、あ、意外と細いって言われたことがあった意外と細いって言われました。はい、それだけです、みんなおやすみなさいそう、意外と細いって言われました、それだけ。はい、着すぎてた私が、着すぎててもうおやすみなさい、明日楽しもうね、明日7時からよろしくお願いしますおやすみなさいまたね、ありがとうございました、おやすみなさい、明日会いましょう。